こんにちは、彦右衛門です。1週間出張に行ってて帰ってきたらこんな感じでした。まず帰るは生きててよかったです。この自動給水器もう空になってましたね。ピチャピチャ水の音がしてました。お腹空いてると思うんであげて、餌をあげます。とは言っても結構魚がね減ってたんですよね。プラティが5匹いたのが、2匹になってました。それあとはプレコが見つからないんですよね。食べられちゃったかな、プレコ。残念ながらプレコが生きてたらね、こんなに苔が生えてなかったと思いますよ。これ石にもね結構苔が生えちゃってますね。結構魚食べたくせに光ベルツノへの食いつきが良くて、まあ4つか5つか忘れたけど結構立て続けにパクパク行きましたね。前に1週間留守にした時は帰ってきた時なんかでかくなったなって思ったんですけど、今回はそんなに大きくなったなとは思わないですね。大和沼エビは食べられてませんでした。2匹3匹目もどっかに多分隠れてると思います。ちょっとアマゾンフロックピット、この水上に浮いている水草が結構育っているように見えますね。なんだか木漏れ日みたいでいい感じです。ちょっと水替えの動画を撮ってみました。プロフォースというのを使ってます。ソイルをきれいにした掃除したかったんですね。これカエルがちょっと今飛びついてますけど、これあんまり流量を、強くしちゃうとソイルが上の方まで来て詰まっちゃうんですよね。ちょっとカエルが暴れてますね。やっぱり出した方が良かったかな。難しいとこですね。結構時間がかかるんで、プロホース。どうなんだろうな。もっとこう、もう一つ大きいやつにしてればよかったのかな。これ S サイズなんですよ。まあいろんな商品が出てるんでね。また他のも、機会があったら試してみようと思います。片手で撮りながら片手でプロホースを操作してたんで、ちょっと動画としてはあまり良くないですね。大体これくらいですかね。
カエルが穴を掘り始めたので随分水が濁ってしまいました。まあ少し待てばすぐまた綺麗になるんですけどね。カエルが暴れた直後はこんな感じになっちゃいます。石の下に入ろうとしてるんですよね。結構パワーがあって驚きます。石の下に入ってしまいました。この後どんどん奥まで入っていくんですよ。こうなると植物と同じ色だからパッと見どこにいるかよくわかんないですよね。ここから さらに奥に入っていきます。本当は冬は冬眠するんですよね。冬眠してそのまま起きてこなかったら嫌だから、僕はずっとヒーターを何度か27度に設定してます。そうすると冬眠することはないです。顔だけ出して様子を伺ってます。もう片目だけしか見えません。この状態になって全然出てこないんですよね。というのももう30分ぐらいずっと潜ったままなんですよ。そんな息続くのかなと思ってとても心配になりました。心配しましたが生きててよかったです。30分も息続くんですね。知らなかったな。最大何分息しなくて大丈夫なんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。